まずは戦ってくれてありがとう。アリスちゃんは私のデビュー戦の相手で、一番時期も相手時期も近くて、同い年で一番長く仲良くしてくれて、プロレス楽しいって思わせてくれたのはアリスちゃんがいたからだと思います。こんな時も練習行ったらアリスちゃんいるかなって思って、だから東京に新幹線に乗れました。